こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回は教科書では教えてくれない日本語をお話しします。人悶着生活が苦しい。落ちる。晴れて〜。イケメン。面食い。営業家の柴田さん。 報告書出してって言ってるのに、全然出してこない。一ヶ月も前から言ってるのに。え本当にそれは遅すぎるね。柴田さんってそんなに仕事遅い人だっけ知らない。でも何回も言ってるのに出してこないから、そろそろ営業課の課長に言おうかな。こっちの仕事が進まないわ。 ちょっと聞いてよ。経理科の振動さんのことなんだけど。先週から何回も報告書出してっていうの。一ヶ月前から言ってるって言われたんだけどさ、先週初めて言われたんだよ。え何それやばくないでしょ次行ってきたら文句言ってやる。ええー、こりゃ一文着あるぞ。 一悶着。大きすぎず小さすぎない争い事。言い合ったりトラブルがあること。あ、柴田さん、そろそろ報告書出してください。仕事が進まないんです。進藤さん、先週初めて出してって言いましたよね。そんなにすぐに出せません。1ヶ月前から言ってるじゃないですか。 言ってませんよんあの二人どうしたんだなんか雰囲気悪いなちょっと一悶着ありまして女性の争いは怖いからな最近物価が値上がりする一方ね このままだと俺副業も始めなきゃいけなくなるかもな。それは大変だから私がパートを始めるわ。たけしが学校から帰ってきた時にお前がいないのはかわいそうだろ午前中だけやればいいじゃない。今よりは少しは楽になるでしょお母さん、お腹すいた。 さっき晩ごはん食べたじゃない。だって最近前よりごはん少ないんだもん。ごめんね。でも今うちに食べ物ないのよ。もしかしてうち生活苦しいのどこでそんな言葉を覚えたんだ。大丈夫。生活が苦しいわけじゃないよ。給料前だからね。ちょっとお金がないだけ。 それを生活が苦しいって言うんじゃないの生活が苦しい。収入が少ないなど、生活するのに必要なお金があまりなくて、生活するのがとても大変なこと。生活苦とも言う。昨日田中さんにお米欲しいって言われてあげたのよ。 私もおととい野菜が欲しいって言われてあげたわ。どうしたのかしら。スーパーは遠いわけではないのに。そういえば旦那さん仕事辞めたって言ってたから生活が苦しいのかも。私たちに助けられることがあるかしら。そうね、分けてあげられるものは分けてあげたりして少しは助けなきゃね。 鈴木眠そうだな。昨日寝るの遅かったのかああ、ゲームしてて寝たの4時。今日じゃん。てか朝じゃん。さっきの授業やばかったよ。落ちそうだった。次の授業山下先生だから落ちたらやばいぞ。あの先生怖いもんな。 お前こそそんな制服の着方してたら怒られるぞ。あ、落ちたな。授業の前に起きるかな。落ちる。意識がなくなること。寝たり気絶したりすること。何かをしている途中で寝てしまうことを寝落ちという。 昨日、おサムと遅くまでゲームしてたんだ。お前ら毎日ゲームしてるじゃん。面白いじゃん。でも昨日深夜1時までやってたんだけど、おサムのやつ寝落ちしたんだよ。1時までゲームしてたのそりゃ寝落ちするよ。逆にお前はよく寝落ちしなかったな。やっと僕たちも大学卒業だね。 寂しいね。松田くんはどこの会社で働くの僕は食品会社の営業だよ。私も営業だよ。同じ職種だね。僕たちも晴れて社会人だね。そうだね。これから頑張らなきゃね。晴れて何々。正式に誰にも遠慮しないで。何も気にしないでという意味。 よっしゃあ。来月から俺も大学生だ。今日から一人暮らしだ。俺も晴れて自由の身だ。遊びまくるぞ。何言ってるんだよ。お前も荷物運べよ。清水君って本当に人気があるよね。だって清水君すごくイケメンだもん。そうかな。私は田辺君の方がイケメンだと思うけど。 え清水くんあんなにイケメンなのに清水くんがイケメンじゃないとは言ってないよ。私は田辺くんの方がイケメンって思ってるだけ。イケメン。顔や見た目、中身がとてもいい男性のこと。ああ、また契約取れなかった。俺がイケメンだったらもっと簡単に契約が取れるのに。 それはイケメンとか関係ないんじゃないの自分の能力の問題だと思うけど。イケメンだったら取引先の女子社員に気に入られるだろうでも契約するのは女子社員じゃないだろう関係ないって。先輩は全然イケメンじゃないけど契約取れてるじゃん。和子は最近彼氏とどううまくいってるよ。す子は 私もうまくいってるよ。舞子がずっと彼氏欲しいって言ってるけど、できたかな実は私昨日舞子に会ったんだけど、まだ彼氏できてないって言ってたよ。そうなのじゃあ10年ぐらいずっと彼氏いないってことだよね。そうだね。昨日もずっと私なんで彼氏できないんだろうって言ってたよ。舞子は面食いなんだよね。昔からずっとイケメンが好きじゃん。 何回も男性から告白されてるのにイケメンじゃないと断ってたもんね。自分でも私面食いなのかなって言ってたよ。面食い。顔がいい人が好きな人のこと。このモデルさんかわいい。ファンになっちゃいそう。お前意外と面食いなんだな。そうかなっていうかかわいい人好きじゃない人なんていないでしょ そうだけど、見た目だけでは判断しないからな。俺は話してる雰囲気とか、動きとか。ふーん。まとめ。ひと着。軽いトラブル。言い合いのこと。生活が苦しい。お金がなくて生活するのが大変なこと。落ちる。寝ること。晴れて何々。 正式に誰にも遠慮しないで何も気にしないでイケメン見た目や中身がとてもいい男性メンクイ見た目がいい人が好きな人のこと今日も最後まで見てくれてありがとうございましたまた次の動画でお会いしましょうさようなら